長沢西城は、富山県富山市府中町長沢にあった、日本の城、長沢城ともいう、石山と呼ばれる尾根の頂上に築かれた山城。谷を挟んだ東には、越中国の長沢東城がある。長沢西城を、長沢城、長沢東城を、長沢城の家老の屋敷とする意見もあるが、どちらかといえば、長沢東城の方が、全体的に高い位置にあって、 規模も大きく、長沢西城には、狼縁台があるなど、疑問も残る。なお、富山市公式の埋蔵文化財放蔵地地図では、長沢西城を、長沢城、長沢あ城を、加老屋敷城としている。南北に並んだ三つの車と、野呂次台から構成されており、ここを二面した角が、最も大きく東西約90メートル、南北約45メートル。 三方を切り岸と土塁で固めてあり、石組みの井戸も残されている。核の中には東西を隔てるように、高さ約4メートルの土塁がそびえ立ち、また武者隠しが設けられている。と、ここからの侵入者に対しては万全とも言える、防御体制を整えているが、他の二つの核は東側に、掘り切り、土塁があるくらいで、堅固と言えるレベルではない。南北朝時代には気づかれていたようだが、 誰が気づいたのかは伝わっていない。時氏の流れを組み、鎌倉時代末から南北朝時代にわたって、井口氏や野尻氏らと共に、太平記にその名が見える長沢氏が発祥したのが、このあたりだが、彼らがこの城に絡んでいる可能性もある。天文天正年間粘神川両軍守後並び古城記には、太平記の頃の雑記長沢守るなる者が寄ったと、記してある。 その一方、富山古城記では、太平記の頃に、野尻長子なる者が寄ったとしている。ちなみに、長沢氏の後衛に、戦国時代の武将で、上杉謙信の家臣であった、越中国湯山城主、長沢光国がいる。湯山城は、もともとは、八代市の居城であり、長沢氏は、もともとは、越中国恵比瀬城に寄っていたと見られ、湯山城を落とした。 上杉謙信献身によって、防備を任せられたものである。恵比寿城によった城主としては、長沢義喜びなるものが記録に残っているが、それ以外はつまびらかでない。1335年、中仙台の乱が起こる。越中国主語だった名古屋自の子、名古屋事件がこれにこうして挙兵。北国政を引き連れて刑を目指したが、加賀国大正寺で敗れた。長沢氏は、井口氏。 野尻氏らと共に、時金に従っている。同年、越中,松総上主で越中国主語の不問力義が、足利高氏に応じて、越中国国主の中野院正し清氏と敵対。長沢城で戦った。長沢氏は、井口氏、野尻氏と共に、力義に従っている。帝臣は、野戸国威する義山にて廃死した。官能の情乱が勃発すると、 北陸地方では、足利一門の芝高爪と、桃井忠爪が覇権をめぐり数十年にわたり激しい抗争を繰り広げられていたが、1370年には、南朝方の桃井直和が長沢城にこもる。越中国主後、柴義行はこれを攻め、両者は長沢にて戦い直和は討ち死に。桃井勢は、飛騨国へと落ち延びた。戦国時代には、 越中国史五代神母朝食の家臣、寺島食帝が在場したという。笹成政が越中国を統治していた時期に改修が施された可能性がある。少なくとも富山の役によって越中国が平定された後には尋常としての存在価値を失っていたといえ、その役目を終えていたと思われる。自然公園に隣接していることもあり。 散策路が設けられるなど整備されており、各ごとに現在位置を示す案内板がある。付近には、大塚、千望山石国や北の比叡山として、栄え後には、富山藩主の尊数も集めた各岩寺など、名所も多い。ありがとうございます。